いよいよこの日がやってきてしまいました。本日日本に帰ります。おはようございます。ついに帰国になってまいりました。すいません、こっちの目が腫れていて不自然なので失礼いたします。ですね、今からですね、持てるかどうかの確認をしていきたいと思います。行きます。無理。もう絶対超過料金払う覚悟だとしております。それでは行ってまいります。私たちもすごい早く来たけどめっちゃ混んでる。何時間並ぶか怖いね。なんかね、ディズニーの T シャツで元気出しながら帰ろうと思ったんだけど、ちょっとね、空港に来て恥ずかしくなっちゃって白い T シャツに着替えました。26キロ、はい、アウトです。バイバーイ。ナツさん、めっちゃギャルなんだけど。バイバイ。なんかすごいドキドキする。バイバイ。バイバイ。やばいね。お疲れ様でした。バイバイ、ほのか。バイバイ。バイバイ。バイバイ。今みんなとバイバイしたんですけど、寂しいもんですね。寂しいよ。なんかね、こんな時に動画撮ってるのもおかしいんだけど、荷物検査にすっごい並んでて、搭乗時間まであと5分。はい、オンタイム。やば、日本語なんだけど。その前の人が譲ってくれたの、めっちゃ嬉しいよね。いや、ちょっと違和感しかないんだけど、めっちゃお辞儀される。え、なんかもう JAL にも乗る前から日本を感じてる。もう日本に帰ってから日本感じると思ったんだけど、ちょっとまだカナダを感じさせてほしい。やばい、 JAL の音だ。いや、後藤さんありがとうございますって言われても Thank you、 Thank you って言っちゃう。後藤さんありがとうございます。どうしよう。しかもみんな日本語喋ってる、当たり前か。カナダより徹底してるね、コロナのやつ。ちゃんとすごい人数の人が誘導してくれる。はい、今ね、入国審査とか全部終えて、今から夜行バスに乗る。それまでのバスも予約しました。え、なんかさ、日本やばいよ。ゴミ箱もトイレの数も多いし、あれびっくりした、あのね、販売機1ドルだよ。1ドルでさ、ジュースが買えるんだよ。ちょっとびっくりした。で、ね、コロナのね、入国審査とかはなんかコロナの影響で結構てこずるかなって思ったんだけど、他のアメリカとかの旅行に比べたら本当にすぐで、アプリ持ってたらもうそのまま通っていって、で陰性証明書にして、でそのまま出入口に出れるっていう感じで、割と簡単で複雑じゃなく終わりました。それは本当に良かった。あとさ、すごい不思議なんだけどさ、なんかこうやって日本に来たらちょっとびっくりすることがありすぎて、なんでみんな走ってるのって感じ。なんでこんなみんな急いでるの。私動画撮ってるの結構なって気まずい。引き換え券さ、自分が持ってこなかったのが悪いんだけどさ、なんか引き換え券持ってこなきゃダメです、ダメですって言われて、そう、なんでそんな強く言わなあかんのってちょっと悲しくなりました。今東京駅の下場に来ました。エレベーターないの気づかないでさ、入ったんだけど、したら店員さんが座ってくれました。
なんかスタバなら安心するっていうのがあって、ね、やっぱり自分がトレーニングした時もどんなお客様も平等に接しなさいって習ったので、だからなんだろう、安心感っていうかスタバでよかった。とりあえず9時まであと3時間、で9時はどうするかが分かんないんですけど、とりあえず YouTube 編集していきます。なんでみんな急ぐんだろう、本当に不思議。私もそうなっちゃうのかな、てかそうだったのかな、怖い。ですね、今スタバを出ました。お兄さんがね、すっごい長い階段を、超過料金も払ったスーツケースを持ってくれて本当に嬉しかった。しかもね、なんかね、スタバで働いてましたって言ったらね、なんかうちの店長もカナダのスタバで働いてて戻ってきてマネージャーになったんですって言ってて、なんか奇遇だなって思いました。わかるよ、ショップ。え、待った。ね、ちょっと買っていい？え、からし卵納豆。やっぱ1ドル。え、どうしようかな。じゃあ1個頼む。1個。え、サーモン納豆。からし卵食べたいかも。やば。え、牛肉なのに100円ってどういうこと？牛乳は高いね。コンビニはね。あ、そっか。安っ。やっぱこれ 見てる友達も食べたくないですよ。チーズまんじゅう。納豆。あ、納豆食べたいかも。ほのか。ある家に。あ、いい、それで。でも安い。小粒で1個。大丈夫。うまっ。うまっ。はい。今ね、スーツケースのもの全部開いてほとんど出し切って、で出す途中にお土産ね、お父さんとお母さんしかその時いなかったんでお父さんとお母さんにあげて、すっごい喜んで想像以上に、それが本当に嬉しかったです。お父さんとお母さんはね、顔を写すことできないんですけれども、すごい喜んでいたということを動画に収めたくて撮りました。はい、重いのを頑張って持ってきた甲斐がありました。今からゆっくりお風呂に入って、ちょっとね、YouTube 編集したりゆったりと過ごしていきたいと思います。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Wouldn't break my heart. これほら、スタバのカップ。これスタバのカップ。違う、これバンクーバーで。ちょっと違うんだ。うん。うん、ちょっとジャスミン。え、わかんない。もうないんじゃない？ない。それもあげる。だろ。Outer space where nothing knows my name.
カメラ。